ユーロニュースはヨーロッパの主要放送局のテレビニュースを伝えるニュース専門放送局である。現在15の言語で放送しており世界160カ国4億2400万世帯をカバーしている。湾岸ンン戦争で CNN が台頭したことを受けて欧州放送連合がヨーロッパの視点でニュースを伝えるチャンネルを作ることを決めた。 1993年1月1日、フランスのリヨンで、夏季の放送局の出資によって開局した。現在は、支部、TMC を除いた蒸気発射に加えて、夏季の放送局も出資。また、e、EU も、資金援助をしている。2016年4月20日、姉妹チャンネルのアフリカニュースを開局。本部は、コンゴ共和国、ポアントノワールに置かれる。 2017年6月には NBC ニュースとの提携を開始。NBC ニュース側からユーロニュース側へ投資を行うとともに、ユーロニュースと NBC ニュースは互いのニュースソースを利用することができるようになった。毎正時に放送されるニュース番組はニュースリーダーの顔出しがなく、ナレーションのみで淡々と伝えていくスタイルが特徴である。主な番組の一つである、 ノーコメントはニュース映像素材に対し一切の編集が施されていない状態で放送される。また、他のニュース専門放送局同様、事件、政治、経済に関するニュースのほかスポーツ、文化、自然科学などの話題を扱うニュースや情報番組、ドキュメンタリーを放送する。2015年11月25日、 ミカエル・ペーターズ・ユーロニュース CEO が来日し、光 TV を運営する NTT プララ、代表取締役社長、坂東ドウ・コと共に、同年12月1日より光 TV でユーロニュースの放送を始めると、東京都内で発表会見を行った。光 TV では、英語とフランス語による HD 放送を行うほか、VOD としても番組を提供していくという。 チャンネル番号は 183http://static.euronews.com スラッシュメディアスラッシュダウンロードスラッシュ press-conference スラッシュ media-kit スラッシュ media-kit-2016-03 案 p med med PDF. Ens, d f ハットリチャードコリンズ o l l i n s f r o m s a t e l l i t e 2ー i n g New Communication Technology, and European Public Service Television. ロンドン Routledge, 1998, p 1 3 0 h t t p e c e u r o p a e u a v s e r v i c e s a b o u t i n d e x c f m sitelang="enwand", section,="about&". ページイコールユーロニュース同年1月には先行して、ウェブサイトを開設している。http コロンスラッシュスラッシュ www.africa.news.com スラッシュ、アバウトユーロニュース。2018年12月24日閲覧。光 TV、欧州発の専門ニュースチャンネル、ユーロニュース放送開始日本発上陸。 cnetjapan,http://japan.cnet.com スラッシュエンターテインメントスラッシュ35074020スラッシュありがとうございます。